函館市企業局交通部。函館市企業局交通部は、北海道函館市の地方公営企業である函館市企業局の交通部局。軌道、路面電車、函館市電事業を行っている。2003年、平成15年3月31日までは、路線バス事業、函館市営バスも行っていたが、函館バスに移管された。事業所は、 函館市駒場町15番1号。路面電車は札幌市交通局が運営している札幌市電と共に北海道遺産の一つに選定されている。2011年3月31日までは函館市交通局の名称であったが、水道局、現、函館市企業局上下水道部との統合による企業局の発足により、翌4月1日から交通部門は、 企業局交通部となった。下湯川村の商人、佐藤雄一などが創立した、亀箱馬車鉄道、基幹馬車鉄道が、東京馬車鉄道と小田原馬車鉄道、現、箱根登山鉄道の技術指導を受けて1897年に開業した馬車鉄道を起源し、1911年に、箱立水電、現、北海道電力が継承して1913年に、 電化し、北海道発の路面電車として、運転を開始した。その後、いくつかの電気事業者の手を経て、1943年、電力統制のため鉄軌道事業を、道南電気軌道二条と、同年、陸運動制令により、函館市が譲り受けた。道南電気軌道は、バス事業も運営しており、バスも同時に支援となっている。市電は、戦後も、 路線の延長が行われ、当時は函館市街だった亀田町。1971年11月に亀田市となり、1973年12月に函館市に合併にも線路を伸ばしている。1959年の湯の川線の全通で、市電の路線総延長はピークとなった。しかし1970年代に入ってから、中心部の空洞化と、 市街地の拡散が進み、市営交通の利用者は減少する。バスについては、函館バスと市営バス事業とのエリア協定もあり、非効率な路線設定と経営の不採算性が生じていた。交通局が1974年に交通事業、財政再建団体に指定されたため、経営の合理化、市電路線の一部廃止や資産の縮小化等が図られることとなる。 1988年に財政再建団体指定は解除されたが、その後再び市営交通の経営状態が問題となり、1991年に函館市交通事業健全化計画が策定された。これに基づき、残存していた市電路線の約1、3が廃止される。市バスについては、順次市営バス事業を函館バスに移管し、2003年に、 バス事業を廃止した。キロほどは、現在の運行系統起点となる、湯の川より最盛期には6路線合計 17.9km12 系統の路線を有していたが、乗客の減少から経営状態が厳しくなり、1978年、昭和53年、1992年、平成4年、1993年、平成5年に路線の一部を廃止し、 以後は4路線合計 10.9km、2系統の路線を運営している。上記のほか、改めキロにより1977年と1983年に、各 0.1km 減。以下の通り路線見直しの検討があった。2系統、5系統が朝から19時は交互に12分間隔、両系統が重複する。湯の川十字外観は6分間隔。 19時以降は24分間隔、同12分間隔で運転されている。重複区間は2000年代まで日中5分間隔、各系統10分間隔であった。時刻は湯の川電停起点。各停留場には番号、いわゆる駅ナンバリングが付与されており、2011年頃から番号に加え、運転系統記号が付いている。運転系統記号は、 終点の頭文字から取られており、両系統が重複する区間、湯の川十字外間は、DY となる。このほか、途中折り返し系統や駒場車庫前へ発着の出入庫、系統、通勤、通学、観光客の状況により運転する、臨時便がある。両系統重複区間のみの運行となる、湯の川、駒場車庫前から、函館駅前は5系統となる。 区間は、系統最長のもの。配線による、区間短縮や、途中止まりなども存在した。6から12系統は、臨時などの増発便や夜間入港便に、別の系統番号を割り振ったものであった。車両外側は1975年5月14日に、カラー広告電車第1号、724号イコール、廃車済みが登場して以来、ペイントの他近年はラッピングで、 車体広告が施されており、同一のスポンサーによる車両は2015年現在1両もない。2018年5月現在、営業用車9形式32両、除雪車2両、装飾車3両、計37両を保有する。陳陳電車として観光客向けに走らせている。もともとは成田市の青州電気軌道で運行されていた車両で、 1918年に、函館に譲渡され、客車として運行されていた。その後、1937年に、笹原式除雪車に改造され、1991年、平成3年策定の、函館市交通事業健全化計画に基づく、乗客誘致策の一つ、及び1992年、平成4年の函館市政70周年記念事業の一環として、 初の姿に復元された。運転士の他車掌も乗務しており、主に女性車掌が切符を発売、回収している。系統番号は表示せず、駒場車駒へ引く、八地等、箱館戸付く前の運転を基本とする。出入校及び関連便で、湯の川駒場車駒へ、谷地等、箱館戸付く前が設定されるほか、8月の旧本を含む繁忙期はかつて基本系統であった。 五稜閣公園前引く、八地島、函館ど付く前を設定の上で増発される。運行期間は4月中旬から10月31日となっている。その年の通常運行日については、各停留場に、掲示の函館廃から工事国表、車内や乗車券販売所で配布のパンフレット、函館市のホームページに記載がある。運賃は通常と同じで、 現金以外に次の乗車券、カード、利用証が使用できる。また、次の乗車券、カードは使用できない。車庫は、駒場車庫のみである。かつては均一料金制であったが、1992年、平成4年10月より通常時は、待機録完成料金を採用している。支払い方法は、乗車時に整理券を取り、降車時に料金表の整理券番号に合わせて、 料金を買う形となっている。なお、前述の函館イから校については、乗車直後に車掌に、目的地を伝えた上で運賃を支払って、乗車券を受け取る形をとっている。普通料金、大人一乗車の料金。小には、半額、5円の波数は切り上げ。2014年、平成26年5月1日改定。ここで言う、大人とは、 中学生以上のものである。障害者等の料金は口実する。以下のイベント、キャンペーン時は200円均一料金となる場合がある。なお、路面電車の日、6月10日の均一料金は2018年までは行われていたが、2019年、令和元年はそれに変えて、アイクスにもかの乗車ポイントを通常の3%から当日のみ10%に引き上げるサービスとしている。 他にも5月5日、子供の日に小児料金のみ無料となる場合がある。本来、谷寺東線と本線函館土付、く前方面を十字街で乗り換える場合や、途中が終点の電車で後続の電車に乗り継いで先へ向かう場合は、目的地までの料金を支払った上で運転士から乗り換え乗車券の業を受けることで、直通運賃が適用となる。 乗車カード利用時も乗り換え乗車券が発行される。アイクスにもかを含めた全国総合利用交通系 IC カードを利用する場合でも五両角公園前、函館駅前、十字街で系統変更に伴う乗り換えができる。ただし、複数人での乗り換えには対応していない。電車と函館バスを乗り継ぐ場合は、自然、 バス降車時に乗務員に行き先を告げ、支払う料金に、乗り継ぎ料金50円、小に20円加えた金額を支払い乗り継ぎ、乗車券を利用すると、乗り継いだ先の料金が割引になる。乗車カード利用時は、情報がカードに記録されるため、乗り継ぎ乗車券を受け取る必要はない。乗り継ぎ指定停留場、所での乗り継ぎに限られ、指定停留場、所以外での乗り継ぎや、 箱立定山バスや北海道観光バスなど、箱立バス以外の事業者には適用されない。乗り継ぎ指定停留場、所）は、停留場一覧を参照。乗り継ぎ乗車券は発行当日、乗り継ぎ先、降車時刻が2時間以内に有効。乗り継ぎ乗車券のみで乗車できる区間は、乗り継いだ先の運賃が210円区間までで、これを超える場合は現金、または、カード乗車券で、 左生産が必要となる。カード乗車券で乗り継ぐ場合は、自動的に生産される。この制度は、当初、電車から、市営バス、市営バスから、電車、市営バス同士でかつ、目的地までの直通系統がない区間を利用する、場合のみの制度だった。アイクスにもかを使う場合の乗り継ぎは、蒸気と違い、電車同士を乗り継ぐ場合、 蒸気の乗り換えとなる場合を除くは、どの停留場でも乗り継ぎできるが、電車バス間を乗り継ぐ場合は、蒸気指定停留場、所でのみ乗り継ぎできる。1名で乗り継ぐ場合は、下車時に運賃箱上部の校舎リーダーにタッチして、通常運賃を支払った後、60分以内に、乗り継ぎ先、バス、電車の乗車リーダーにタッチすることで乗り継ぎ扱いとなり、乗り継ぎ先、バス、 電車の降車時に通常運賃から一律160円を引いた額が引き落とされる。一枚のカードで複数人乗り継ぎする場合は、下車時生産前に乗務員にその旨を伝えた上での対応となる。なお、箱立杯から降の乗車を伴う乗り継ぎ時は乗り継ぎ運賃が適用されない。これは、箱立杯から降搭載機器、ハンディタイプ生産機が 交通用システムではなく商業用システムのものを使用している関係で適用不可能なためである。電車乗車中に乗り継ぎ、乗り返して停留場を知る手段の一つとして、次が該当する停留場となっている時の車内アナウンス時の前後に、箱館参加をアレンジしたメロディーが流れるのを聞くことを目とする方法がある。資源前線乗車可能の定期券料金はこの欄に表記。 郊外の大型ショッピングセンターに客足を取られ、厳しい状況が続いている市中心部商店街の活性化を目的に、無料電車が2009年5月から2010年1月の間、運行された。具体的には、函館駅前と小風町の商店街に近いに電停で乗降した利用者の運賃を、函館商工会議所が負担するというもので、毎月第に、 第4日曜日と1月1日2日に、お買い物電車として6往復運行する大門号が対象となった。対象を中心部で買い物する利用者に限定するため、当初は乗客にチケットを配布し、後で生産する方法も検討されたが、利便性を重視する観点から、前述したように、当該電停で乗降した乗客すべてを無料にした。運行時刻は、 交通局ホームページにも掲載され、買い物客からも好評を得た。箱館市電車乗車料金条例施行規定第3条に、基づいて、身体障害者、知的障害者の本人と同行の介護人が、支払い同期に、身体障害者手帳、療育手帳を提示、及び養護施設において用語、または保護を受けている。 養護児童と同行の付き添い人は、市町村長の発行する所定の乗車料金割引証、または当該施設の長の発行する証明書を提示すると、普通乗車料金や乗り継ぎ乗車料金が半額になり、また定期乗車料金、児童に関わるものを除くも3割引きになる。ニモカエリアにおいては、身体、知的障害者は障害者用、アイクスニモカが利用できる。 購入申し込みは、駒場車庫乗車券販売所、函館バス各営業所、函館駅前バス案内所にて、身体障害者手帳、育手帳を提示して行う。障害者用、アイクスにもかでは、自動的に割引運賃で生産される。精神障害者の割引は、函館市内在住における、公日の函館市障害者等外出支援事業、精神障害者によるものを除いては、 現在のところは、函館市電車乗車料金条例執行規定に、規定されていない目、アイクスにもかも含めて一切行われていない。函館市障害者等に対する市営交通機関等、利用証交付規則に基づいて、平成大合併前、函館市の場合は2004年以前の旧、函館市エリアに住んでいる人で70歳以上の、高齢者、障害者、身体障害、 知的障害、精神障害、原爆被爆者、戦傷病者、児童扶養手当、または、救護士福祉年金。現在は、遺族年金受給世帯には、無料、介護人含む、無料、半額の支電、バス利用証が交付され、料金が減免されていたが、2012年4月1日より、高齢者交通料金助成事業と函館市。し、 障害者等外出支援事業に変更された。対象者は70歳以上の高齢者、障害者、身体障害、知的障害、精神障害、原爆被爆者、戦傷病者に絞り込まれ、条件によっては、女性上限額が設定された。当期には除雪作業があり、札幌市電と同様にササラ電車等、帝国電力配、形電車を、 参照によって除雪が行われている。軌道と路面の隙間を除雪する作業は530号が、始発前、あるいは、始発電車として運行することによって行われ、企業局内では、フランジ付けと呼ばれている。地元では単に電車と呼ばれることがあり、電停でのアナウンスも、電車は十字街、湯の川間を6分間隔で運行していますと、なっている。また、 これに並走する道路は、電車道路と呼ばれており、沿線企業の広告もそれに倣ったものが多い。これは、函館近郊において、長らく国鉄、JR は、非電化、津軽海峡線の交流電化が実施された1988以降においても、普通列車は、全列車ディーゼル起動車である。ただし、2016年3月26日ダイヤ改正では、 函館から新函館北斗間に733軽電車を使用した函館ライナーが運行開始した。だったこともあり、国鉄 JR を、記者、資電を電車と呼称したためによるものとされる。電車や関連施設に広告を出すことができる。広告には直営広告と受け負い広告がある。直営広告には電車中釣り、電車窓釣り、 電車額面、電車総ステッカー、電車外窓ステッカー、カラー電車、電車乗車券、業務案内等印刷物、カラー電車、外窓ステッカー、料金箱、液晶ディスプレイがある。受け負い広告には、電停、安読、看板広告、電車線路仮設用電柱、電車車内放送など。これらは企業局交通部が指定した広告代理店が担当している。 指定代理店は株式会社佐藤エージェンシー。函館水田時代に高木商事のバス事業を買収。函館の利合い自動車合資会社を設立。後に函館水田が吸収する。帝国電力時代に朝日自動車株式会社と合併している。道南電気軌動時代に函館市に譲渡された。1991年に策定された函館市交通事業健全化計画。 目標、平成9年度に経営収支均衡、平成12年度に不良債務解消がうまくいかず、バス事業を順次、函館バスに移管し、経営主体の一元化を図ることになった。函館バスへの移管のほかに、函館市交通局への一元化、第三セクターや南北海道の広域連合等による一元化も、検討されていた。函館市交通局への一元化案は、 人件費比率の違いから、収支再産性に大幅乖離がある上にと等、日山間内における路線運行のための施設とノウハウを有していない、第三セクターや南北海道の広域連合等による一元間は、バス事業のノウハウを有する企業が存在するに、かかわらず、それを廃止してまで別の経営主体を設置する必要はあるのかとの問題があった。関連事業の展開など、 経営感覚をフルに発揮できる民間企業のうち、函館市域のみならず大島、檜山間内における路線運行のための施設とノウハウを持っている函館バスへの移管案が選ばれた。その後、2000年平成12年4月7日に函館市が函館バスに対し申し出をし、同年11月20日に基本協定を締結した。旧函館市営バスで導入していた。 バスロケーションシステムは、バス事業場と後も、函館バスに引き継がれたが、設備の老朽化を理由に2006年11月10日、限りで、旧バスロケーションシステムの使用を一旦了した。その後設備を更新し、2007年3月20日頃から、新しいバスロケーションシステムの運用を開始した。接近案内を、従来の予想時刻表示から到着までの、 予想所要時間に変更し、系統番号、行き先等の表示もすべて LED 式に変更した。これにより、系統番号に関かかわらず、到着時刻の早い順に表示可能なほか、インターネット上でもバスの現在位置を確認することが可能となります。バスロケーションシステムを設置している停留所は、旧函館市 A バスによるものと異なるので、 学園前など一部のバス停では2006年限りでバスロケーションシステムが廃止されたことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。